ロッド・エヴァンスはイギリス出身のボーカリスト。ディープ・パープルのオリジナルメンバーであったことで知られる。イングランドのスラウで生まれる。少年時代にロックンロールに興味を持ち、中学を卒業後ロンドンに移る。1965年頃に所属していたメイズというバンドでドラマーのイアン・ペースと出会う。メイズは何枚かのレコードを発売するが、いずれも成功を収めることはなかった。 1968年、エヴァンスとペースはディープパープルの前身であるラウンドアバウトのオーディションを受け、同グループへ加入した。エヴァンスの在籍期間中、ディープパープルはハッシュ、ケンタッキーウーマンなどのヒット曲と3枚のアルバムをリリースしたが、やがてハードロックを志行するバンドメンバーとすれ違うようになり、わずか1年で解雇される。彼の後任にはイアン・ギランが迎えられた。 1971年、エヴァンスは、アイアンバタフライの元メンバーらと共にキャプテンビヨンドを結成。アルバムを2枚発表して高い評価を得たが、アメリカでのセールスが振るわず、商業的には苦戦を強いられた。メンバーの入れ替わりも激しく、ついには、エヴァンス自身も脱退し、バンドは軌道に乗らないまま1973年に活動を休止した。百七十七年、 再び、キャプテンビヨンドのメンバーが集まって、アルバムを一枚出したが、エヴァンスが参加することはなかった。1980年、エヴァンスは、ロック史に残る事件を起こしてしまう。いわゆる、偽ディープパープル事件である。エヴァンスは、この当時解散状態にあった、ディープパープルの名前を使用し、無断で活動を行ったのである。エヴァンスはメンバーによく似た見た目のマイナーミュージシャンを、 集め、新聞に広告を載せ、アメリカでコンサートを開いた。コンサートでは、自身が在籍した、時期のものでない人気曲などを数多く取り上げたことも、あり、実態としては単なる偽物に過ぎなかった。公演中にそう気づいた観客は激怒し、瓶をステージに投げつけるなどをしたという。こうしたコンサートは、数回行われたが、ディープパープル側のスタッフが、 広告などで虚偽を知らせる表明をした結果、騒動は終局した。エバンスはディープパープルのマネジメント会社に訴えられ、67万2千ドルの損害賠償を命じられた上、自身が関わったディープパープル時代のアルバムの印税所得権利を放棄させられた。この一件の後、エバンスは表舞台に姿を現しておらず、ディープパープルのメンバーとは2017年現在も、 絶縁状態にある。また、2016年に、エヴァンスを含めた元メンバーを含めて、ディープパープルが、ロックの殿堂入りを果たした際にも、受賞式には顔を出さず、バンドの現メンバーによるスピーチでも、エヴァンスの名前が上がることはなかった。ありがとうございます。